キビ内親王は、草壁美子と元明天皇の次女、岩礁天皇の妹、文武天皇の姉、または妹、長屋王の日、長屋王の変で自殺に追い込まれた。キビ内親、王母キビ内親王は、長屋王に嫁ぎ、柏で王、桂木王、張取王を生んだ。和道8年2月25日に、息子たちが、高孫待遇になる。 同年、元号が霊気となった後に三品に除される。養老年間に、岩生天皇のために、東全員を混流する。これが後に、薬師寺童院堂となる。人気元年2月4日に二品に除される。しかし、人気6年2月、長屋王の使用人であった漆辺の作り君たりと、中富の都のレガあずま人の密告により、長屋王が国を傾けるため、 作動を行ったとして、彼は自陣に追い込まれた。君内親王も三人の息子たちと共に陰死した。彼女は長屋王と同じく生駒山に埋葬された。当時交代式王が休止し、自らも病弱であった聖武天皇に万が一のことがあれば、天皇のおばにあたる内親王やその子供たちの後為継承の可能性もあったと考えられる。天皇が、 根拠のない密告を信じて、政府主犯の長屋を死に追い込んだ背景には、行為をめぐる天皇の疑心暗鬼があったとする説もある。長井道子は、下五霊神社に祀られている、厳精霊を、厳ない信符ではないかとしている。ありがとうございます。